シーボトでーす。先日ニコニコ生放送の麻雀大会に参加してきたんですけれども、そこでとある漫画家から自分の本を燃やしてくれないかという依頼を受けました。なので今日はその人の書いた漫画を燃やしたいと思います。そもそもですね、なぜ僕がこんな依頼を受けたかというと、はい、そうです、皆さんもご存知、僕が、あの大物 YouTuber の書いた本を、燃やした動画、現在再生数が170万再生に達しています。はい、これね、本を書いた人、そして本を売ってる出版社からしたらめちゃめちゃ驚異的な数字なんですよ。あれね、頭が悪いガキどもは、なんで〇〇さんの本燃やしたんだよ、お前にやる本が書けるのかよ、お前に〇〇の気持ちわからない、お前〇〇さんに謝れみたいなこと言ってるけど、バーカ。本をね、書いてる人、そして出版社、取り次ぎ、本屋はね、本を売るためになんとかして本の存在を知ってほしい、なんとかして宣伝できないかなって常に考えてるんだよ。それでこの170万って数字はよ、これは驚異的なんだよ。そしてめちゃめちゃ羨ましい数字なんだよ。ということでね、僕は今回一人の漫画さんから自分の本を燃やしてくれないかと頼まれたので、今日はこちら、ぴょこたんさんの僕は任天堂信者、こちらを燃やしたいと思います。はい、この僕は任天堂信者、ニコニコ生放送で、放送もしている漫画家ぴょこたんさんが書いた漫画です。内容要はというと、自分はニコニコ、自分はニンテンドーを心から愛していて、バーチャルボーイとかはもう昔すごい好きだったんだけども、結局はバーチャルボーイはクソゲームですよねと、ニンテンドー信者を装いながら、結構そのニンテンドーの黒歴史とか、なんでニンテンドーってこんな戦略なんだろうみたいな、結構ちょっと批判したことを書いていってですね、2チャンネルのゲームハードイーターとかを完全に煽る内容になってます。完全にこれは、本当にもうただ本が売りたいっていう思うだけの、別に本当に炎上狙いの、もう本当に炎上狙いの漫画です。はい、ということで、文句なしのクソ漫画ですので、皆さん、この本をね、くれぐれも、Amazon の、Kindle で、現在売っているそうですが、皆さんくれぐれも買わないでください。これはもうどうしようもないクソ漫画です。はい、ということで、皆さん、現在ね、Amazon、Kindle で、絶賛発売中だそうですけれども、このね、炎上狙いのクソ漫画、皆さん買わないようにお気をつけください。ということで、はい、ぴょこたんさんの、クソ漫画の紹介でした。自分の、本を紹介してほしいという、漫画家さん、それから、作家の皆さん、それからですね、出版社の方がいたら、ぜひ柴田にメールを送ってください。値段と条件次第で、そのお仕事を受けたまわります。はい、ということで、柴田が本を燃やす仕事を始めたので、それの紹介でした。